こんにちは、白羽です。今回は私が今年2019年令和元年買って良かったもの、そして生活を変えたことについてお話しします。今年はそんなにお買い物をしていなくて、自分の持ち物を見直しするのにハマっていたので、物を増やすよりも減らしたいという気持ちが強い一年でした。そんな減らしたい私があえて買って、そして良かったものを紹介します。紹介するものはじゃじゃん、この5点です。アルティミューンとジェネフィックは美容液です。この2つの美容液のおかげで悩みが減りました。アルティミューンは乾燥で悩んでいた時に、たまたま資生堂の前を通ったら声をかけられて、その時にもらった試供品がすごく良かったというのが出会いです。乾燥するのでいろんなフェイスマスクを試したりしていたのですが、それだと肌の表面は潤うんですけど、肌の奥は突っ張っているような、乾燥している、そんな状態でどうしていいのかわからない。そんな時にこのアルテミンを塗って一晩寝て起きたら、肌の奥まで潤っている感覚がする。保湿力がすごかったんです。見た目も肌が生き生きして見えました。一晩でこんなに効果が目に見えてわかるコスメは初めてでびっくりして、それから現品を買ってずっと使っています。ジェネフィックは秋だったかな、リニューアルしたものです。このジェネフィックはお肌をきれいにしてくれるような菌と、その餌になるものをお肌に塗って菌を増やしていくという手法の美容液、菌活アイテムです。ジェネフィックは男性にもなんか人気があるらしいですよ。とある美容家の方が良かったってインスタで紹介されていて気になって買ったんですが、実際使ってみたところお肌が安定しました。時々赤くなったり痒くなったりしてたんだけど、菌が活躍してくれてるんでしょうか、そういうことがほとんどなくなりました。夜はジェネフィック、朝はアルテミンを使っているんですが、そういう使い方をしてからは乾燥と肌荒れで悩むことがほとんどなくなりました。冬になって乾燥が気になる季節になってきましたが、今のところお肌の乾燥は全然平気です。いやー、時代は美容液ですよ。お値段は高いけど悩む時間は減ったし、私にはお値段に見合う効果が出ました。コスメは人によって効果の出る出ないは変わってくるもので、みんな同じにはならないので、いいよって勧められても自分にとっていいとは限らない。なので自分に合うものって探すのは難しいのですが、今年は自分の肌に合うコスメに2つも出会えてよかったと思っています。さて次は RX100M7 です。 YouTube の動画撮影に使っているカメラです。このカメラについては動画を作っているので、そちらを見ていただく方が詳しい話をしていますが、 4K での撮影が5分以上できるようになったこと、そしてフォーカスが早いのは本当に使いやすい。 200mm の望遠も使わないかなと思っていましたが、あるとなかなか便利だったりと、撮影がしやすくなりました。 GoPro RX100M4、iPhone 11 Pro を持っていますが、ここはいいシーン撮りたいって時はこの M7 を使っています。そして、iPhone 11 Pro Max です。これはね、最初は買ったことを後悔しました。買った当初、動作は7 Plus と変わらないし、いや、7 Plus よりももっさりしてるように感じたし、売りにしていたカメラは確かに写真は綺麗だけど、カメラアプリを起動すると3回に1回はフリーズして動かなくなるという。さらに撮った動画がパソコンに取り込めないなどがあって、なんなのこれって。もうちょっとお金出してギャラクシーホールド買えばよかったかなーなんて思ったりもして。YouTube ではみんな絶賛しているけど、おかしいなぁ。みんな本当はどう思ってるのって思って、これに関してちょっと強気な動画も出しました。今は状況が変わったので非公開にしているんですが、でもその後のアップデートで、
OS13.2 になったあたりからかなり安定してきて、動作も速くなってバッテリーも持つようになって、動画も取り込めるようになったし、なんか呪いでもかかっていて呪いが解けたみたいになりました。もう 13.2 で最初から出してくれればよかったのに。もしかしたら変なバグに引っかかってて、 OS の更新をした拍子に改善されたのかもしれません。というのも、強気で出した 11 Pro This の動画の評価なんですが、いいね評価が12で、悪いね評価が8だったんです。バグに引っかかる人と引っかからなかった人がいて、何の問題もなく使えていた人もいたのかもしれません。それなら絶賛していた人がいるのもわかるなぁと。で、それからはとても快適になりました。今では買ってよかったって思っています。カメラも癖があるけど、うまく撮れば綺麗に撮れるしいいと思うんですが、私が気に入っているところは、動画編集はこれでストレスなくできちゃうところ。いい CPU を搭載しているらしくて、4K で撮った動画もサクサク編集できちゃいます。モニターも大きくて画質がいいので、編集作業もやりやすい。ちょっとした動画なら iPhone でストレスなく作れます。スマホだけで撮影も編集もできるって、いい世の中になりましたよね。そして最後は JR 四国バースデーキープです。今年買って一番良かったのがこれです。四国の列車が3日間乗り放題になるという誕生月の人が使える切符です。これも説明した動画を1本作っていて、詳しい話はそちらでお話ししています。これでいたためもまだ途中なんですが、YouTube に投稿しています。この切符の話をリアルの友達や知り合いにしたら意外と誰も知らないんですよ。四国って橋を渡ったらすぐのところにある県に住んでいるのに、私ももっと前から知っていたかったです。楽しい思い出もできましたし、前から行ってみたいと思っていた室戸岬へも行けたし、愛媛で伊予灘物語に乗りましたが、あれは本当に素晴らしかったです。あとね、バースデー切符だけに切符を見せると駅員さんがおめでとうって言ってくれるのちょっと嬉しかった。来年もまた行きたいと思っています。次は今年行けなかった徳島方面に行ってみたいですね。徳島側からの室戸岬とか、あと徳島線に乗ってみたいです。以上が買ってよかったものでした。次は今年生活を変えたことです。じゃじゃん。それがこの2つ。バレットジャーナルと最高の休息法という本です。バレットジャーナルも以前に動画を投稿しているので、そちらで詳しく説明していますが、簡単に言うと箇条書き手帳です。バレットジャーナルで検索すると、いろんな情報が出てきます。すごく綺麗なイラストを描かれていて、開くたびに気分が上がりそうな素敵なものを作られている方もいたりして、私にはそんな技量はないので、羨ましいなとは思うのですが、無理です。私のバレット手帳は主な役割は記憶の記録です。最近1年がすごく早く感じます。今年もあっという間に終わりました。その理由の中にこの1年にあった出来事を忘れているというのはあると思うのです。例えば去年の今頃って何してたっけと聞かれて即答できる人は去年の今頃に何か印象深い出来事があった人くらいなんじゃないかなと思います。というのも、今ってものすごい量の情報が入ってくるじゃないですか。Twitter とか YouTube とかネット検索とかいろいろとね。情報が多すぎて全部は覚えきれないので忘れてしまうんですよ。忘れているから早く感じる。考えたアイデアとか、行ったところとか、思いついたこととかを記録するのにこのバレットジャーナルを使いました。書くことで記憶に残りやすくもなるし、忘れてもバレットジャーナルを見れば思い出す。今書いたものをパラパラっと見れば、ああ、あんなこと考えてたなとか、あんなことやったなとか振り返ることができます。バレットジャーナルがなかったら、今年何もしてなかったなーで終わりだったかも。ただ、やっぱり書く時間があまりないので、どんどん簡素なものになっていってます。
今はもう人に見せてもわからない私しかわからないものになっています。それとやっぱり不便なこともあってアナログだけに検索ができない。この1年間に思いついたアイデアをまとめてみたいなんていうことはできないので、今後はその辺を自分に合うようにアレンジしていきたいと思っています。続いてもう一つは最高の休息法という本です。これはいわゆるマインドフルネスというものを紹介している本です。この中で呼吸に意識を向けるという集中法みたいなものが出てくるんですが、ヨガのように呼吸を整えるというものではなく、単純に観察します。吸ってるな、吐いてるな、ちょっといつもより呼吸が早いなとか、感情が高ぶってる時、動揺している時とか、呼吸に意識を向けるとなんか冷静になれるんですよ。別のことに集中するからなのかな。原理はよくわからないんですが、そうだなぁ、白夜行っていうドラマで辛い経験をしている登場人物が秘書に書いてあることを、百科事典だったかな。とにかく何かを暗記することで心を無にして耐えているというのがあったんですが、あれに近いんじゃないかな。これを知れたのは良かったです。やっぱり人ですから我を忘れるような時あるじゃないですか。そういう時に私は呼吸に意識を向けて冷静さを取り戻しています。あともう一つ、現在のことを考えていないという話。怒ったりするのは過去のことを考えているから。何か起こるかもしれないと未来のことを考えることはよくある。でも今まさに今現在この瞬間のことを考えていることは少ないというのがあって、ああ確かにそうだなぁと納得しました。この本では今を考える練習として、今感じている感覚、触っているものの感覚、座っている椅子に触れている肌の感覚とか、そういうことに意識を向けるようにというのがありました。それももちろんいいのですが、私はそれをアレンジしています。ポッドキャストを聞いたり、あとオーディブルっていう本を朗読してくれるサービスを聞いたりするのが趣味でして、今まさに聞いているポッドキャストやオーディブルの内容に意識を向けるように集中するようにしたところ、まあ当たり前ですが普通に聞いてるよりも頭に入ってきて、より内容を楽しむことができて集中力もついてきました。最近集中力が弱くなって困っていたんですよね。集中力がなくて困ってる人におすすめします。ポッドキャストじゃなくてもラジオでもできるし、会話している相手の言葉でも使えると思います。生活を変えたことはこんなところです。今年は最初にも言った通り、持ち物を整理した影響で物欲が薄れました。前は面白そうだから買うというのがあったんですが、買おうと思っても買った後の管理とか処分する時のことを考えたら面倒になって買う気がなくなったりして、必要なものしか持ちたくないというふうに思うようになったんですよ。その結果、買うものって少ない、必要なものって少ないんだなということを知りました。大体は家にあるもので代用できるんですよね。今年は買ってよかったという物質的なものよりも、旅をした時の体験とか、バレットジャーナルのような考え方とか、形のないものの収穫が大きかった印象があります。買って良かったもののうちのカメラの2つも体験を残すための道具だし、切符もそうですね。今年得たものをまた来年に活かせていければいいなと思っています。来年もまたいいもの、いいことに出会えるといいな。以上、2019年、令和元年、買って良かったもの、生活を変えたことでした。